皆さんこんにちは、キリアです。夜灯す続きをプレイしていきたいと思います。見回りとかはいないみたいだな。さあ今回はいよいよこちら夜の旧校舎にやってきました。ここでグループ層の水の変態を引くというところですね。ではやっていきましょう。新校舎の方には警報装置とかついてるけどね、旧校舎の中でお琴を演奏するくらいじゃ何も問題はないはずよ。それにしてもさ、こんな夜中に制服着て外にいるのってちょっと不思議な気分じゃね。確かにそうかも。でもさよこさんに会うのにはなんとなくこの格好がふさわしいかなって。そうね、確かに学校に縛られ続けているさよこさんと対等に向き合うには制服姿の方がしっくりくるかもしれないわ。そんなものかしらね。裏に行きましょう。窓枠が外れる場所があるわ。これが玲子が知っていたという中に入る方法か。これもしかしたら小学生時代にここに入ってきた時に玲子がそこから出入りしていたのかな。いよいよだね。ミカ様、手は大丈夫ですか？大丈夫、少なくとも演奏を終わらせるまではね。じゃあちゃちゃっと終わらせてやっか。それで明日からは高層大会に向けて全力だ。本当はゆうかちゃんの怪我のことや合宿が中止になることを考えれば大会出場も危うい状況なんだけれど、みんなるいちゃんの言葉に力強くうなずいた。よし、じゃあ行こう。おっと、これは病院。おばあちゃんが、お、スーズ、これだけ、ん？なんだ今の。ああ、終幕、伝えたい思い。いよいよ最後か。確かここ、よいしょ。レイコちゃんの掛け声とともに、ガタンと大きな音を立てて、古い木窓の枠が外れた。おそらく、大きめの通風口の蓋だったであろう部品を投げ捨て、レイコちゃんは振り向いた。まずはお琴を入れて、それから、こうやって入れば。入れたわ。みんな、続いて。うん、じゃあゆうかちゃんから。私たちが後ろから押し上げるから。大丈夫よ、このくらい右手だけでも。ダメです、ここまで来て遠慮なんてしないでください。さ、私の肩でも顔でも好きなところを踏み台に。顔踏み台はさすがにいらないんじゃないかしら。そういう特殊プレイはあと特殊プレイ、さっさと押し上げるぞ。よし、うわ軽っ。ちゃんと食べてる？中身すっかすかなんじゃね。え、そんなはずはないわ。だって合宿が始まってからご飯が美味しくて結構太ったはず。太ってこれ？さすがゆうか様、まるで妖精のようなエアリー感。エアリー感ってなんだ。なあ、もうトリップしてんなよって。ほら次マヤッチ行って。待って、私のことも押し上げてくれないぞ。すご、しゃあねえな。うっしょ、うわ、マヤッチまた増えた。言わないで、ちゃんと運動してるもん。お菓子が好きですもんね、マヤ。大丈夫だよ、マヤちゃん。20歳を超えたら自然に痩せるっておばあちゃんが言ってた。そうなの？私の心の友はすずちゃんしか。でもタエちゃんが20歳を過ぎたら自然と痩せるは信じちゃいけないって言ってたよな。大丈夫だから。そんなどこかのんびりとした雰囲気で私たちは旧校舎の中に入り込んでいく。もし今誰かがこの風景を見ていたとしても、命を懸けた演奏をしに行くなんて思いもしないだろう。
夏休みの思い出作りに肝試しでもしようとしてる、そんな風に見えたかもしれない。多分、私たちはあえて普段通りに振る舞うことで恐怖に立ち向かおうとしていたんだと思う。真っ暗だね。みんな、離れないでね。それに、足元に気をつけてね。さよこさんのところにたどり着く前に床を踏み抜いて脱落なんて笑い話にもならないわ。了解。慎重に行くよ。おっと。まやちゃん、大丈夫だよ。何もいないよ。ちょっと床板のささくれに靴先が引っかかっただけだけど。大丈夫。ちょっとすずちゃんが恋しくなっただけ。何も大丈夫じゃなさそうね。そういえば、ゆうかちゃんは平気なの？歩ける？うちのお寺でやった肝試しの時、ゆうかちゃんは気絶するほど怖がっていた。今、私たちが立ち向かおうとしているのは、肝試しのお化け役なんかよりずっと恐ろしい、本物の幽霊なんだけど。怖くないわけじゃないわ。正直、今も足が震えてる。だけど怖いだけじゃないの。いよいよさよこさんとの対決だって思うとね。もしかしたら私、興奮してるのかも。頼もしいじゃんか。あの時みたいに卒倒されたらどうしようかと思ってたぜ。もうずいぶん前のことみたいな気がするよね。実際はまだ夏休みが終わってもないんだけどさ。そうね。そういえば今は夏休み中だったわね。こんな面倒な課題はさっさと片付けて夏をもっと満喫しなきゃって思うわ。賛成。私今度はちゃんと海に行きたいな。プールでもいいけど。私も行く。絶対に優香の水着姿を見ないといけない。まやっち、震えながら喋ると舌噛むぞ。その時、かすかに旋律が聞こえた。力強くも物悲しい、暗い女の情念の歌。静かに。何か聞こえたの？間違いない。黒髪のレコードだと思う。夢の中のさよこさんが繰り返し繰り返し聴いていた曲。やっぱりさよこさんはここにいた。2階だよ。行こう。この場所で間違いないわ。小学生の頃何度も通ったさよこさんの部屋。よし、開けるぞ。みんな覚悟はいいよな？さよこさんに会おう。教室の中は無人だった。扉を開ける瞬間まで鳴り続けていた古いレコードは、まるでたった今壊れたというように回転を止めていた。内部は何十年も放置されていた様子で、各所の傷みが激しく、埃もうず高い層をなしている。これがあの練習室だったなんて。レイコちゃんが悲しげに目を伏せる。レイコちゃんにとってここは小学生の頃にさよこさんと過ごした思い出の場所だ。その場所が現実には荒れ果てた廃教室だったという現実にやはり思うところがあるのだろう。レイ。ルイちゃんが気遣うようにレイコちゃんの肩に触れる。レイコちゃんは一度下唇を噛んで、それから顔を上げた。大丈夫よ。さあ、準備を始めましょう。練習室の内部は少し手狭だったけど、なんとか5人分のことを並べることはできそうだ。それぞれ自分のことの前に位置して姿勢を取る。ろうそく、火をつけるね。寺から持ち出してきた仏壇用のろうそくのチラチラと揺れる炎の光で、どうにか手元の譜面を照らし出す。これだけ見えれば演奏には支障なさそうだ。
もっとも、この楽譜は、レイコちゃんとユウカちゃんのパート以外、ほとんどアレンジの変更はされていない。私たちにとっては、体に染みつくほど練習した曲だ。今さら楽譜を見なくても間違えるなんてことはない。問題となるのは、ほぼ初見の楽譜を弾くことになるユウカちゃんが演奏できるかどうかということだ。いや、ユウカちゃんならきっと初見のアレンジであろうと十分に弾きこなしてみせるだろう。もう一つ問題がある。ユウカちゃん以外の4人の演奏がユウカちゃんの耳に届くのかということだ。結局、夏休み中の合宿ではその問題は解決できなかったままだ。構想大会のための練習をしていたときは、最悪の場合、私の音だけを頼りに合わせて弾くと言っていたが、今日の演奏はそれではダメなのだ。さよこさんに分かってもらうためには、5人の心をしっかりと合わせた演奏でなければ。私は、あなたたちの努力と進歩を信じてる。そうだよね。私も信じる。私たちならきっとやり遂げられるって信じてる。小箱から琴爪を取り出し指を通す。おばあちゃんが大切にしていた千代紙の琴爪だ。初めて指を通すにもかかわらず、不思議と手に馴染む。古いものだから爪輪が脆くなっているんじゃないかと心配だったけれど、全然そんなことはなくて。それはおばあちゃんがずっとこの琴爪を大切に手入れしてきたことを示していて、胸が締め付けられる。借りるね、おばあちゃん。三つを私の指に通して、残りの三つを。ゆうかちゃん、これを。ええ。手帳を胸に抱いて、語りかけるように顔を伏せていたゆうかちゃんは、黙って受け取ったそれを指に通す。やっぱり私と同じように、それはするりと指に馴染んだ。おばあちゃんが遠い昔に、自分とさよこさんの絆にと作った琴爪が、きっとさよこさんを連れ戻してくれる。私はそう信じている。おばあちゃん、力を貸してね。必ずさよこさんをおばあちゃんにも会わせてあげるから。全員、準備 OK よ。すずちゃん。うん。じゃあ、始めよう。たった一人の観客に向けての私たちの演奏会を。最初はゆうかちゃんの音が唇を切る。左手の動きをほぼなくし、替え手のパートから消えた音を不自然なくれいこちゃんの伴奏が拾い上げていく。ゆうかちゃんの手が遅れそうになった時はるいちゃんがためを作って合わせてくれる。ただ走るだけでなく全体のペースメーカーとなって、まゆちゃんはしっかりと、どっしりと、伴奏旋律を守り続ける縁の下の力持ち、みんなに安心感を与えてくれる。全員が、夏休みが始まる前とは別人のようだった。それぞれの音が調和し、重なり合い、そして、ゆうかちゃんの顔を見ればわかる。聞こえているんだ。みんなの音が、重なる音が、私たちの5つの個性、全く違っている5人が今一つの音楽を通して確実に心を重ねている。高揚感、一体感、達成感、そんなもののすべてが混然一体となり、筆舌に尽くしがたい感情に包まれる。水がその姿を変えていくように、私たちはそれぞれが変わってきた。その過程が走馬灯のように浮かび、旋律と一体化する。みんな、私。演奏を終えて、ゆうかちゃんが立ち上がった。その目からは大粒の涙が溢れ出していて、私たちすごかったよ、ゆうかちゃん。マジですごかった。
んどぶっつけ本番だったけど、できちゃったわね。みんな最高だったわ。おえつまじりに互いを称え合い抱きしめ合う、この演奏を通じて私たちは初めて本当に一つになれたんだ。そして何のために演奏していたのかが頭の中から消えたまま、ひとしきり喜び合った後でルイちゃんが言った。あ、それで肝心のさよこは？そうですよね、それは。うお、一瞬の沈黙の後に夜の静けさを切り裂くような音が鳴った。反射的に互いを強く抱きしめ合う。ろうそくが、ろうそくが激しく燃え上がる。そのまばゆさと熱気に思わず目を閉じる。おお。ここは、あの時の。そこは夢で見慣れた美しい練習室だった。いつの間にか窓からは柔らかな昼間の光が差し込んでいる。白いレースのカーテンが風に揺れ、片隅にあるレコードプレイヤーからは黒髪が流れていた。何？どうなってんの？みんな、そこ。まやちゃんが震える指で示すその先、そこには静かな微笑みをたたえた美しい女性、さよこさんがいた。だが、その顔は、これまでに見た苦痛と憎悪に満ちた表情ではなく。さよこさん。大きくなったのね、れいこちゃん。れいこ？さよこさん！さよこさん！私、会いたかった。ごめんね、れいこちゃん。ありがとう。またここを訪ねてくれて。長い別離を経て再会した姉妹のように、れいこちゃんとさよこさんは互いを抱きしめ合った。どういうことなんだし、本当にうちらの演奏でさよこが悪霊じゃなくなったってこと？るーちゃん、本人を目の前にして呼び捨ては失礼かもって。気にしないわ、好きなように呼んでちょうだい。あ、はい、どうも。私、さよこさんの言いつけを守って失敗しないように頑張ろうって。ごめんね、あの時はもう本当に時間がなくなっていて、中途半端な言葉で突き放してしまったわ。そのせいで玲子ちゃんは自分に枷をしたままおことを続けることになって、ずっと辛かったでしょう。本当にごめんなさい。大丈夫、私ちゃんと分かったから。さよこさんの言いたかったこと。ええ、さっきの演奏を聞いたら分かったわ。あなたたちもありがとう。さよこさんは私たち一人一人の顔をゆっくりと見渡した。ゆうかちゃん、私がもし生きていたなら、大叔母としてもっと早くあなたの孤独や苦しみに寄り添ってあげられたと思う。だけどここから動けない私は、あなたを神楽原に呼び寄せるのが精一杯で。いいえ、私はずっとあなたに救われていました。あなたの手帳のおかげで私は孤独じゃなかった。優香ちゃんの声が涙で詰まった。そんな優香ちゃんをさよこさんが優しく抱きしめる。それからさよこさんは私に目を向けた。本当に茜の生き写しなのね。そのまっすぐな目も音も、あの子が育てた子だものね。似て当然よね。そんなに似てますか？血縁は遠いと思うんだけど。そっくりよ。あなたは誰が何と言おうと茜の孫よ。本当は玲子ちゃんと別れた後に消滅するはずだった私が、
こうしてここにいられたのは、裏山から聞こえてくるあなたのおことの音がつなぎ止めてくれたおかげよ。え、どういうことですか？消滅するはずだったって。だって紗友子さんは恨みを残した悪霊としてここに残り続けていたんじゃ。あなたは本当にあの紗友子さんと同じ人なんですか？ああ、そうだよ。とてもうちらを弦で締め殺そうとした紗友子には見えないし。私たちの疑問に答えようと紗友子さんはゆっくりと話し始めた。死んでしまった後、気がついたら私はこの教室を漂うように存在してたわ。茜が生きているらしいってことは生徒たちの会話から知ることができた。もちろんすぐにでも会いたかったけれど、どうしてか私はここから出ることができなかったわ。何度も試してみたけどダメだったの。きっと茜は自分を責めているだろう。せめてあなたのせいじゃない、私が壊れてしまったのはあなたと出会ったせいなんかじゃないって伝えたかった。だけどそれは叶わなかった。そこからの数十年はそればかりを考えてずっと泣いていたような気がするわ。そのうちこの校舎に生徒が入ってくることもなくなって、悲しみの中で一人で自問自答するうちに私に変化が訪れた。死んだことによって平穏を取り戻したはずの心がまた狂っていくのを感じるようになったの。茜を早くこちら側に連れてこなければという私と、茜に幸せに生きてほしいと願う私が同時に存在してた。二つの私のバランスはどんどんおかしくなっていった。最初はそれでもなんとか私として過ごすことができていたけれど、孤独の中でただ存在し続ける時間が長くなるにつれ、少しずつ私の時間は少なくなっていった。玲子ちゃんに会ったのはそんな頃だった。まだその頃は私として玲子ちゃんと接することができていたのだけれど、やがて限界を迎えて狂った私に乗っ取られ始めたわ。だから玲子ちゃんに別れを告げ、私との記憶を消した。そしてそれからすぐに私は狂った私になった。狂った私の中でどんどん小さくなっていく私が、それでも消えずに今まで残っていたのはあなたのおかげ。茜にそっくりなまっすぐなおことの音が裏山から、その音がかろうじて私をここにつなぎ止めてくれたの。それで狂った私が外で暴走をしないよう必死にここに押さえつけようとしていたのだけれど、最近はそれもうまくいかなくなったみたい。私が生前に使っていたおこと、あれが私の分身としてあなたたちを守ってくれていたんだけど、もうそれも限界だった。あの弦が切れていたのは紗友子が守っていたんだ、あのことが。だから最近展示ごとの弦が次々切れて。紗友子さんはこくりとうなずいた。なるほど、それがお寺や踏切に現れた紗友子さん。部長やまやちゃんを襲ったのと同じ狂った紗友子さんなんですね。私の言葉に紗友子さんは神妙にうなずいた。狂った私は何もかもがわからなくなっている。茜とは別人のあなたを茜として連れて行こうとして、その前に邪魔者を始末しようとしているのよ。そして自分の縁者である優香ちゃんのことさえもうわからなくなりつつあるみたい。狂った私は孤独に飲み込まれ、もうすずちゃんを茜を連れていくことしか考えられていないの。
さっきのあなたたちの素晴らしい演奏で、今まで水面下で息を潜めるだけだった私にほんの少し力が戻った。だから今のうちに伝えておきたかったの。ちょ、さよこさん、あんた体が。いつの間にかさよこさんの体が透けていた。背後にある練習室の壁がうっすらと透けて見える。その練習室も元の廃墟に戻ろうとしているのか、二つの風景が重なって見えた。さっきの演奏で私が力を受け取ったように、狂った私もあなたたちを見つけた。どうかあの私を止めて、お願い。いや、消えないで。まだ話したいことがたくさんあるの。そうだよ、おばあちゃんに、あかねさんに会って、おばあちゃんと話してあげて。ごめんなさい、もうあいつが来るの。狂ってしまった私が、彼女を、もう一人の私を、どうか救ってあげて。さよこさんの姿が完全に消えた。その時、練習室の中は完全に廃墟に戻っていた。そして、なぜ？みんなが息を呑む音が聞こえた。冷水を浴びせられたような旋律が全身を突き抜ける。あの曲は私と茜のものよ。私と茜、二人だけの。なのに、どうして他の人がいるの？地の底まで引きずり込まれそうな声。よどんだ赤い瞳。さよこさんの孤独、悲しみ、絶望、そういう負の部分だけが集まって形を成したような恐ろしくて悲しい姿。お前らが邪魔したのか。怖い。うつろだったその瞳が私たちへと焦点を合わせる。殺してやる、全員殺してやる。うお、ここで選択しか。そしたら一旦ちょっとここでセーブを取って、どうする、時間的にちょっと一旦ここで次回に回すか。今回はここで終わりにしたいと思います。それでは